痛ましい話ですぞ。これは打ち常の物語、般若、伊予の力に被験する類まれなる腕を持つある弓取りの話だ。恐れた伊予は打ち常を呪われた地に閉じ込め、過去の悪行が繰り返されるという精神の拷問を加えていた。クロードは伊予の手から打ち常を解き放つべく出立する。クロードは道場で弓を見つける。にわかにフルム社の霊魂が姿を見せた。よく来てくれた。我が名は打ち常、般若の伊予によってこの国に囚われてしまった。遥か昔、我が弓は神の加護を受けた。伊予の呪いを解くものがあるとすれば、この弓に他ならぬ。般若の手下が来るぞ。我が弓を用いて退けろ。あそこに敵がいる。呪いを受けたようだ。ついてまいれ。般若の呪いを解くぞ。打ち常はクロードを日吉の湯へと誘った。日吉の湯は伊予の力を求める異敵どもに乗っ取られてしまっていた。今一度弓を手に取り、伊予の手下を消し去ってくれ。
の辺りは安全になった。しかし悪しき猛虎兵は宿にもいる、力が弱まっておる。誰一人生かしておくな。油断してるぞ。地獄に落としてくれよ。兵はついに倒れ、日吉の湯は静けさを取り戻した。来い、まだやらねばならんことがある。古天狗を殺した時、いつの間にか呪いがかけられていた。後もあまたの化け物をほふったが、わしの目は誠を映していなかったのだ。矢が貫いていたのは化け物ではなく人。これが伊予に気に入られたゆえんだ。この地に封じられたのは自業自得というわけだ。伊予の呪術がかけられている。呪いを解き、わしとこの地を救ってくれ。打ち常を取り戻すべく、般若の手下が次々に現れた。
イオの勢の怒りは静まることを知らない。呪いは解ける。日吉の湯と打ちつめからおぞましき呪いを消し去った。クロードよ、我が魂は自由になったが、まだ成仏するわけにはいかん。般若の悪夢を止める術よ。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。始めましょう。これは大綱の天狗の物語。猛虎と天狗は手を結び、クバラの村の乗っ取りを企て、そしてある伝承の剣客はほの暗い洞でクロードを待ち構える。まず漁師との出会いから物語は始まる。どうかクロード様、友をお助けください。崖下にはカラスに囲まれた人影がある。腹をすかせた黒い目は獲物を見定めていた。 あそこ天狗です。恐ろしいカラスの妖怪、敵がいるぞ。おい、
まさか伝承のクロード様。お助けくださりありがとうございます。大津波の村にいたところ、幾千ものカラスと妖怪が現れたんです。俺の船があります。どうか村をお救いください。天狗が行くところカラスの姿あり、そして破滅をもたらすのだ。天狗は思いのままに姿を現し、人を操る妖怪、人の夢に大綱の村に着いた。しかし一目見てわかる、村は死の影に覆われていた。ありがとうございます。恐ろしかった。話してました。知らない言葉でしたが、恐ろしい響きで聞き取れたのは一つだけ。
から来たようです。それとほらほらにはお気をつけください。かくしてクロードは山を目指す。民を苦しめる天狗を止め、皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために。何も知らぬまま進もうというのか。神は怒っている。この島も怒っている。天狗が体を。森の遠くに寺がかすかに見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。物を見つけた。道はさらに続いている。見えてきた。クロードは道を急ぐ。天狗の生まれる地を探すために。さらに続いている。
闇ガラス。ついに洞にたどり着いた。中から大きな力を天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力を超えているよ。ついに洞にたどり着いた。中から大きな力を感じる。天狗が破れ、平穏が訪れたかと思いきや、クロードの前に小次郎が現れた。かつてアシュラに気に入られた。だがイオの呪いはアシュラの力をも超えているようだ。小次郎が斬られ、天狗を操る力は失われた。こうして大綱の民に安らぎが戻った。しかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。お話ししたい伝承はたくさんございます。さすがの目利きですな。
これはある企てのために盗まれた古い仏像の物語。蒙古が対馬の仏具を狙っていることを知り、クロードが行く手を阻むため立ち上がった。クロードは寺に近づくと一人の僧侶を見つけた。こちらです。石膏が荷車を引いてきました。私を見るなり仲間を呼びに戻ったようです。やはりというべきか、大勢の猛虎兵が隠れているようだ。来ました。この寺を奴らからお守りください。僧侶を殺そうとさらに多くの猛虎兵が現れた。恐ろしい鬼が忽然と立ちはだかった。その眼は携えた盾と同じぐらい赤々と燃えている。地獄に落ちろ。奴ら寺に火を。クロードは僧侶の後に続く。最後の敵が倒れると僧侶は燃える寺へと駆け込んだ。ご本尊がありません。まだ近くにあるはず。盗まれた仏具は多数あれど本尊はどこにも見つからない。民のためにもご本尊を探してください。クロードは寺の外へと歩みを進める。まずい、鬼だ。中太郎、クロードは例の残党であろう蛮兵を見つけた。ありました。どこへ運ぶ気だったのやら。本尊の他にも蒙古がたどる道を記した地図を荷車から見つけた。幾年の時を経た仏像は大きな力を持ち、時に仏の魂が宿ると信じられている。だが悪鬼が宿ることも。クロードは地図に記された一つ目の地に到着し、攻めの手を練る。地図によると蒙古兵はこの道を通る。来ました。やつらです。
クロードは辛くも猛虎兵や鬼を打ち倒したが、さらに大勢の敵が刻々と迫っていた。この隊の残党が近づいてきている。盗んだ品はすでにどこかに運んだのでしょう。行き先を突き止めねば。鬼は人の世へ渡る手立てをあまた身につけている。中には人をたぶらかし招き入れてもらう者もいるそうだ。クロードは地図に記された最後の地、ウムギの沼地にたどり着いた。私では力不足でしょう。どうぞご分を。ここまでたどり着けたのか。寺から盗まれたあまたの仏像や仏具が地面に散らばっていた。何百年の間仏像に囚われていた我を世が解き放った。早く我が上手に放つ天の裏を晴らしてくれ。鬼との戦いが始まる。猛虎兵が盗んできた仏像と仏具、そして伊予の勢を守ろうと必死だ。
最後の敵が倒れ、伊予の企みはついえた。仏像と仏具は寺に返され、二度と盗まれぬよう見張りがついたという。だがある者は言う、鬼は決して滅びたわけではなく、再び人の世に現れる機会を息を潜めて狙っていると。お聞きください。